園芸好きの皆さん、おはようございます。園芸大好き看護師のどんちゃんです。いやー、こちら大好評鬼塚のね動画、こちらとこちらぜひね見てない方見てほしいんですけど、今日はねやっと植えれるから植えていきたいと思います。いやー、あったかいね最近ね。今日ね2月2日に動画撮ってます。これ買ってからだいぶ時間経ちましたね。買ってきました動画を撮りながら、仕事しながらやってるとね、なかなか植える時間がないっていう まあね、買ったら早く植えてやるよっていう感じですけどね、なかなかないのよ。夜もね早く暗くなるし、子供の世話とかしてたらなーとか、いろんな言い訳をしながらね なかなかないんです。っていうところで、今日は朝一で動画撮ってます。2月2日、今気温がね5度ぐらいある。あったかいね。昨日はね最高気温が17、8度ぐらい。春が近いね。まだね1月、2月か、2月になりましたけどね、まだまだちょっと寒波が急にね来ちゃったりするので、皆さん注意してくださいね。大事な植物がねやっぱ冷えて冷害来るとね、かなりかなりかなり悲しいからね。というところで、今日はこのビオラちゃんを好き勝手植えます。で、いろんなねセオリーあると思います。まあ植え方、まああんまりないかな、ただ植えるだけだから。ただね、楽しく植えないといけない。園芸をねやってるといろんなね知識が増えてきます。もう頭もねいっぱいいっぱい知識が増えてきて、ああしないといけない、こうしないといけないっていうね考えが先に行っちゃって、なんとなくね園芸が、まあ、楽しくないっていうことはないけど、なんか型にはまってしまうとか、そういったことになるので、まずは楽しみましょう。もうね純粋にね保育園児が芋を掘るみたいな、うわーでかい芋取ったー、やったーみたいな、もうじゃかじゃか土触って、で好き勝手植えて、でお花を見る、これでいいと思います。で今日はこちらの植木鉢ね、ちょっとこう大きめの広い感じのこれに1ポット3苗ぐらい植えていこうかな。ちょっと数があるからね、今いっぱい咲いてるけど春になったらもっとすごいから。で早速ね今日は楽しく植えていきましょう。よし。さあ、今日はね、上から取っておりますよ。ね。で、使うね、材料、こちら。鉢。鉢ね、おしゃれな鉢に、ボラ土の大粒。これね、ボラ土の大粒めちゃめちゃいいよ。これ。鉢底石代わりに使ってください。めちゃくちゃ安いから。ちょっと重いけどね、軽石より。で、しっかり。水はけを良くしつつ、で土ね、土大事。こちら、じゃーん、ちょっと重たいね。はい、こちら見えるかな。花の生産者も使っているプランター培養土、これね米入り、米入りで売ってます。めちゃくちゃいいんですよ。柔らかくていろいろ入ってます。元肥ももちろん入ってますね。これを使っていきます。いろいろね混ぜようかなと思ったんですけど、もうこのね培養土もうすごいから、これもうバシッと使っていきたいと思います。そしてね、ビオラちゃん肥料大好きやからマガアンプも入れていきましょうね。さあね、土の袋を切っていきましょうね。どう、寄せ植えというか、まあビオラの、まあ、詰め合わせパックというかね、そんなことになっていく。土こんな感じ、はい、これですね。今 4K 高画質で撮ってますからね、いいでしょ。しっかりふわふわに作ってあるのよ。そして元肥を入れて、チャラーン、元肥入れちゃいましょう。ちゃんと一流の入れ方をしないといけないのよ。僕はね宇宙に一回飛ばして入れてるっていう技をねいつも使ってるんですけど、今日はどうかな？宇宙行っとく？一回。一回宇宙行っとこうか。カーメン君はね、これちょっと見えにくいけど、こうね。どんじゃ行くよ。3、2、1、ピュね。こうやって宇宙に飛ばして一回大気圏で熟成させる。そして、
ね、地球に戻して最高のビオラを育てるという作戦でいきます。3、2、1、ボーンと、これです。これでしっかり育てます、ね、ただちょっと量が足りなかったね、量が足りなかったからこれ一回手動で追加します。パラパラとね、はい、しっかり混ぜてあげましょう。はい、もうお花いっぱいあるからね、もうちゃちゃっとやらないととんでもない時間がかかるからね。さあ何選ぼうかな。明るい色同士は明るい色同士は可愛いよね。じゃあまずこちらのねパピオンワールド、これ選んでみようかね。こんな感じででかいっちゃね、苗が良すぎて、やっぱ2つだな植えてね。あんまりねギシギシやるとねちょっと良くないのよね。じゃあこのエンジェルダックと合わせてみようか、このパピオンワールドちゃんとね。こんな感じ、あー春やね、ほらこう思います、最高。じゃあ植えていこうか。この動画見てある方はもう園芸ね、もう僕よりもだいぶねもう上級者というところで、簡単にねやっていきますよ。はい、見てください、この新鮮な根っこ、これが楽しい。これを見て、ほら見えるかな、ふわふわしたこの根っこがね新鮮、もう一番美味しいとこここね。皆さん食べちゃダメですよね。で、ここね角っこがあります。この上のこの角っこね、角っこをしっかり落として下端を取って、ここでね一回整理をしておくのが大事、うん。であんまり根が下でぐるぐる回ってたら、まあ、取ってもいいけど、まあ、寒い時期だからね、あんまりこう根っこいじめるのも、ね、かわいそうだから、でこうしっかり下端もね取っていきますよ、しっかりと。で店長ね、鬼店長言ってたけど、ほんともう寄せ植えするときはね、こう向こうがねこう透けて見えるぐらい、こう見てね透けて見えるぐらい空いてあげるといいんだって、うん。でちょっとだけ根が伸びやすいように下崩してあげます。こうやってね角も落としてね、正面を決めないといけないのよこれはね。もうちょい土入れようか。うわあ、めちゃくちゃ今楽しい、ね、ちょっとこれをこうよね、うい、いいね、こんな感じで見えてるかな。もう一個は僕が顔が見えるように撮るからね、僕の顔ファンの人もいるかもしれないので、いるかな、わからないけど、わからないけど一応ね顔も見せました。これは美味しい、美味しいね、もう真っ白、すごい苗やねこの色ね。この色味とかはすごい熱く語ってる動画ね概要欄に載せますから、ぜひそちらを見てくださいね。今日もバンバン植えていく動画ですからね、買ったやつを。本当にねドンチャンネル見てくださってる方は知ってると思うんですけどね、もうおしゃべりだからすごい動画長くなるんですよ。だからね本当に時間がある時に見ていただけたら嬉しいです。好きなんですよ僕園芸がね。でやっぱいろいろね知識つけてくると、ほんとさっき話した通り頭硬くなってくるから、ただただ楽しみましょう皆さんね、そういうチャンネルです。プロの園芸家がねいろいろちゃんとした情報を出してくれてるから、今ね YouTube っていう最高の媒体で、だから僕はこうやってただただ楽しむっていう方法を皆さんにお伝えしてます。であんまり密になるのは良くないので、ちょっとこう話しつつ間に土をね入れていこうかな。正面をちゃんと決めないとねずれるのよこれ。よし、植えていこう。でこういうね土入れスコップ、これダイソーに売ってるからこれ便利、ない人はぜひね買った方がいいですよ。土入れスコップという名前で売ってますから。はい、じゃあ土入れていこう。間にしっかり入れて、その隙間がねできないようにしないといけないから、
だいぶね僕も手際が良くなってきたですよね。ずっと応援してくださってる方はわかると思うけど、かなり上達したよね僕ね。自分で言うのもないけど、かなり知識ついたもんね。むしろ今もなんか周りの人たちに園芸のアドバイスをするぐらいになってるからね。なかなかねいないんですよね、園芸こうちょっとこうかじって本気でやってる人って。なんか観葉植物今だったら何買った方がいいかなとかね、そう聞いてくる方も結構おるから、まだまだ園芸業界こう広まる余地があるなと思ってね、頑張ってますけどね。僕も少しでも園芸業界が盛り上がるようにね、看護師でありながらこの素晴らしい業界を広めるために仕事の合間を縫って動画を撮っております。でしっかりねこうちょっと指を入れたら結構ね隙間ができるのよ、うん、でそこに土をまた入れ込んでいくっていうのを繰り返するとしっかり土入るからね。よし、ちょっとトントントンとしながらでこうちょっと間とかこう指を入れつつトン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 と収めていってあげる。あんまりねこうギュウギュウしたらダメ、うん、あんまりギュウギュウするとね、まあ、布団がカタカですよって言われるけどね、鼻からやっぱねふかふかの布団に寝せてやりたいでしょ。ちょっと鉢が汚れてるけど、はい、こんな感じです。じゃーん。あー、かわいいね。ほら、最高だよ。1個目出来上がりです。じゃあ次、どんちゃんの顔つき。はい、お待たせしました。見えてますか？ね、楽しそうな顔してるでしょ？ね。楽しいんです。久しぶり植えてるから。